ちょっと前日無理して行動しすぎたんで、ウイルス性の風邪がまたぶり返した私です。夜中もね、咳が出続けて、ほんと全然眠れませんでした。ただホテルは連泊にしてたんで、昼間もチェックアウト気にすることなく滞在はできます。なのでホテルから外出するのはもう必要最小限にしました。低迷カフェももちろんこの日は行きません。なので前日動画で紹介できなかったホテル紹介から始めます。 W21 ホテルバンコク、アソークスクンビット駅からもすぐの立地の良さで選んだ宿です。アゴダで予約して2泊5500円です。1泊2750円ですから、この立地で信じられないでしょう。もう個室でこの価格はありえないです。ただね、部屋はだいぶ狭いシングルルーム、窓もないです。広さは10平米ぐらいかな。スーパーホテルよりも狭い印象ですね。さらに設備が何もないんですよ。まず冷蔵庫がありません。そしてポットもありません。さらにゴミ箱もないんです。でティッシュペーパーもなく、トイレットペーパーで鼻かんだりは代用しました。廊下はねこんな雰囲気です。まあシングル部屋はね、シャワートイレ付きの個室カプセルルームって言った方がいいですよね。ただちゃんとしたねダブルツインルームも、あるんで、2人宿泊でも利用することはできます。あとこのエレベーターが特殊で個性的ですよね。めちゃめちゃ動作は遅いです。亀のように感じるような動き。またちゃんとしたホテルレビューは、この悲観旅が終わってから編集して動画にしたいと思っております。アソークからもねめちゃめちゃ近くてね、もう2人泊でも4000円前後ぐらいで泊まれますから、まあとにかくねあちこち動いてのアソーク拠点にして、寝るためだと考えたら OK のホテルだと思います。ではちょっと前日に戻ってて、ね、無理した行動を振り返ります。実はねここはアソークからプモンポン方面まで歩いて買い物に出かけてたんですよね。奥に見えてきました。日本人御用達の富士スーパーに行ってきたんですよ。もう1ヶ月近く滞在しますから、生活必需品を買うにはここが一番格好かなって思ったんです。でやっぱプロンポンはね日本人に人気の街ですよね。あちこちで日本語があふれかえっております。富士スーパーに到着です。さすがに麻生区からは15分弱歩きましたねって印象です。やっぱ日本人向けのスーパーですよね。売ってるものも日本とそんな大差ない印象です。ただお値段は日本で買うようなものの 1.5 倍はするかなって印象です。そんなに安くはありません。寿司でも1パック700円から1000円くらいしてますね。日本やと400円から700円ぐらいでスーパーで売ってるようなパックです。サバ寿司はちょっと安かったかな。で、あと日本のように詰められたようなお弁当もありますね。おにぎりもありますけど、
まあ、こういうのはセブンイレブンでも売ってるようなタイプです。で、安売りしてたカップ麺は19バーツっていうのがありました。これは日本並みの値段設定ですね。しかしちゃんとしたマルちゃんや日清のカップ麺は89バーツになっておりました。400円弱もするんですよね、このどん兵衛とか。そして、カメラのつまみのセットも、同じく89バーツになっております。確かにね、日本でよく見かけるようなものが豊富ですけど、お値段はかなりするなって前提で来られた方がいいとは思います。なので購入したものは日本で買えないようなものですね。このポッキー、プリッツ、メントスは全部、全部10バーツ以下、50円弱ですね。あとよくタイのコンビニに見かけるのがタラの加工品ですね。ちょっとこういうのを買ってみました。で、このプリッツですね、安くてタイらしさもあるんで、日本へのお土産用のばらまき菓子に最適だと思います。で、買おうと思ってたのは絶対買おうと思ってたのはこのリセッシュなんですよ。日本のホテルでは当たり前のようにどこでも置いてるんですけど、タイのホテルではね、もちろんどこにもありません。あと手洗い用のね、洗濯洗剤も購入しました。合計で371バーツのお買い上げ。リセッシュがやっぱり一番高いですね。で、当面に食べるお菓子がメインとなっております。ここで私は大きな失態をやってしまいました。洗剤だと思って買ったの漂白剤やったんですよね。もうそれで洗ったも手洗い洗ったもんですから、T シャツ2枚とハンカチ1枚、さらにパンツ1枚、ズボン1枚が色落ちして着られなくなっちゃいました。やはり頭ぼーっとしてるんですよね。普段ならやらないミスです。体調がもうどうやってもダメな状態になってたんですよ。咳がまたかなりぶり返してね、最初に書いた通りなんですけど、あとね、顔の半分がめっちゃ痛いんです。これネットで何だかなって調べると、三つ股神経っていうんですかね、これがやられてるらしいです。あと鼻水と涙がすごいです。ふとうとうとうとして目が覚めると、もう目やにでパリパリになってね、目が。もう目が全然開けられないくらいです。ただ救いだったのがね、ホテルの下がセブンイレブンでした。ドリンクと食料はね、いざとなればここで買えるという安心感があります。まあ、ホテル電子レンジもないんで、温め不要なサンドイッチを非常用に、あとヨーグルトドリンク、お腹の調子も良くないです。タイはね、こういう小さいサンドイッチ安いです。15バーツくらいで、購入することができます。これだけ買ってね、100バーツでした。400円ちょっとですね。このカプセルホテル個室のような部屋でね、苦しんでおります。もっと寝たいけども、席で全然眠れません。で、また夜遅い時間帯にセブンイレブンに行きました。もう水分がね、喉が渇いて渇いてすっごく欲するんですよ。あとタイはね、こういう栄養ドリンク安いですね。タイの、レッドブルとかです。これ10バーツです。そして甘いもんもうめっちゃ食いたくなってね、チョコパイ食べております。いやー、まさかここまでぶり返すとも思わんかったわ。
あんまりにもしんどくてね、何もできないんで、で相方とね、もう LINE 通話してたんですけど、もう一度旅諦めて日本に帰ってこいと言われてましたけどね。もうしかしね、もう飛行機代やらホテル代をね、無駄にするわけにいきませんから、とにかくホテルから出る時間を少なくして体力温存で、睡眠が一番のね病気の薬やって思ってる私なんで、そうして過ごします。しかし喉が睡眠を妨げるんよな。